はい、皆さんこんにちは、富塚英子です。今日も皆さんにですね、投資と不動産についてのお役立ち情報をお伝えしたいと思います。ここ何回かでやってるのは株式ですね。今日はアメリカ株について、じゃあ具体的に何を買うのっていうところですね。そこをちょっとお話をしたいと思います。まあ、下がった時にですね、今下がっても来てます、だから今買ってもいいです。ただ今はですね、円がかなり安くなってますので、ちょっとそこの為替のリスクっていうのはちょっと私も心配だなと思ってます。もうちょっとですね、せめて140とか130になった時に少しずつちょっとこういったものを買っていこうかなと私の方では思っています。まあ、コロナの前くらいの数字に今なってるのもあるかなと思います。よく言われるのはですね、もう誰もが知ってるようなブランドで、ここはこの先世界からなくならないと思われるものは買っといていいんじゃないかっていうふうに言われてますね。コカ・コーラとかですね。ジョンソン&ジョンソンはこれも、皆さんも知っていると思いますけど、ワクチンにかなり儲けたところであります。で、株価も高くなってますけれども、この先、ワクチンが、何回も何回も出ていく。で、まあ、コロナに限らず別の流行り病が出ていて、もう世界中ワクチン好きになるっていう時になったら、まあ、こういったところもですね、強さをずっと発揮し続けると思いますね。あとはですね、もうみんながしてワールド、ウォルト・ディズニーですね、ナイキですとか、ソニー、まあ、日本のものはアメリカのものもそうですけどもね、こうしたものはちょっと見ていていいんじゃないかと思います。で、GAFA、Google、Amazon、Facebook、そして Apple ですかね。こうしたものってもう高すぎるんですね。今すでに株価が高すぎていますので、ちょっと様子を見てもいいんじゃないかなと思います。半分とかですね、そのぐらいになったら一番高い時からですね、比べてそのぐらいになったらちょっと買ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、今様子見の状況でいいんじゃないかと思いました。はい、今日はですね、アメリカ株についてこんなもの着目したらどうですかっていうところをお伝えしました。はい、次回もぜひお楽しみに。